みなさんこんにちは、ふみあみのあみです。イエーイ。ふみもいます。かんちゃんもいます。旦那さんです。ということで今日は初めてかもしらんドライブ動画です。やっと、イエーイ。やっとですね。今日は私たち夫婦への質問をインスタグラムで募集したんですけど、それを今からふみとかんちゃんが選んでアミラ夫婦に質問するという動画を撮っていきたいと思います。じゃあ早速スタート。じゃあ、はい、なんかさ、うん、こうめっちゃ激しいのから緩いのから全部あるんやんか、うん、激しいのとは、うん、ハゲ、ハゲではないけど、なんかちょっと強いの戦後。あ、うん、じゃあまずは一番楽簡単なとこからいきますね。はい、家事分担どうしてますか。あ、基本的にキッチン周り、アミ、洗面所周り、セイヤって感じじゃない？うん、そうやな。料理とか洗い物が私で、洗濯とか風呂洗いが旦那。でもお互いお互いができることやるタイプやな。そんなどっちが絶対やってないぞオラみたいなのないな。ほらないよな。せやな。じゃあ、うん、じゃあ次。はい、お互いにプレゼントしてもらって一番嬉しかったものを教えてください。はい、アミは、まあ、婚約指輪かな。おー、俺はスニーカーかな。何の？ジョーダン1。あ、青。うん、あ、あったな、あったな。そう、あれ高いんですよ。このスニーカー乗せとくわ、こちら。え、これいいですか。はい。言語や文化の壁ってどう乗り越えましたか。これめっちゃ言われんねんけど、どっちかがでも歩み寄らないとこれはほんまに縮まらへん問題やから。すいません、私たち両方日本人ですよ。言語や文化の壁あまりないです。どうやって韓国語覚えたんですかとか。やっぱり旦那さん韓国人やとあれですかみたいな、大変ですかみたいな質問よく来んねんけど、それフミなんですよ。でもややこしいよね。もうはっきり言っとくけど、それはフミです。フミです。そう、その質問は本当によく来るけど、まあ双子ってややこしいから仕方ないとも思う。で、旦那が韓国人のちょっとグレンっていうね、うん、役名の韓国人に似てるっていうね。そうそう、韓国人に似てるし、顔がちょっと韓国人っぽいから、みんなもう混乱を招いてるよな。うん。じゃあ次。はい。一緒に住んでみて、うん、あ、こんな一面あったんやってところ教えてください。おー。こんな一面。あー、あるわ。なんかすごい、暑がり。なんか体に蒸れるのがめっちゃ嫌いやんな。うん、もう今の時期で布団着てない。そうそう、布団着るのとか嫌で、あんまり服とかを着るのもそんな好きじゃないよな多分。なんかそれ裸みたいになるよ。裸じゃなくて蒸れるのが嫌い、うん、だから雨はクリーム塗った後に全然靴下とか履けるタイプやねんけど、ようそんなん履くなみたいな言われる。ああ、逆にそれかな俺は。お互い？あ、結構あれやなって思い切りがある人やな。あはは、ということやね。思い切りとは。はい、じゃあ次。はい、せいやおしゃれやけど、あみちゃんが服を選ぶことが多いの？せいやが自分で選んでるの？自分やな、基本。自分やな、うん、でもたまにあみにも選んでもらうけど全然やっぱ違う。うん、今日の服は、まあ俺も選んだけど、この帽子はアミが選んだ。うん、その帽子と、まあ、マッチ棒の T シャツは二人で選んだな。マッチ棒の T シャツ着てんの？うん、こんなマッチ棒？マッチの T シャツと帽子はこれ。じゃあ次。はい、めちゃくちゃ聞かれてると思うんですけど、うん、お子さんのご予定は？あ、めちゃくちゃ聞かれる。そんな明確にでも全然決めてなくて、なんか、まあ、授かりもんやもんな、うん、でもこう、いつ欲しいとか言うよりかは、まあ、タイミングかなと思ってますね。でも妊活はしてないよな。うん、妊活もしてない。今はやっぱり仕事も忙しいし、コロナっていう大変な時期っていうのもあるから、もう余計な心配事あんま増やしたくなくて、子供もし作るとしてもコロナもうちょっと落ち着いてからがいいなとは思ってるっていうのもあるけど、だけどまあ子供は授かり物やから、できたらできた時かなとも思っている。そんなに何も決めてないです、はい。じゃあ次、うん、2人で過ごしていて一番好きな時間はどんな時ですか？これ一斉ので言う？
いいね。二人で過ごしていてやんな。二、うん、人で一緒にいてってこと？うん。いっせーので、休み前の夜ご飯。全然違う。映画見てるとき？うん。家で？うん。まあ家でも外でも、まあ最近家やけど。あ、でも結局やっぱ休みの日って感じやんな。うん。なんか明日も休みっていう日の前の日の夜ご飯の時間とかわかる？でも休みの前っていうのがいいね。確かに。そうそう、なんか余裕があるやん。うんうん。休みの前の夜ご飯食べてる時、まあそういう時に映画見たりもしてるから、まあ結局同じですね。お互いに直してほしいところ。あ、ある。寝んの遅い。起きんの遅い。目覚ましで起きれない。最近目覚ましで起きれないことと、夜寝るのが遅いこと。最近アミさ、12時回るまでに寝ましょうみたいなお話いつもしてんのやん。そうです。母親かよ。じゃあもう二人で、アミも前まで1時とか2時ないと寝れんかったんやけど、帰って行きたくないみたいな。もっと健康に行きたいよねみたいな感じで、二人で話し合って、12時には一緒に寝ようやみたいになったのに、結局アミ一人で寝てんねん、毎日12時に。で、結局何時に寝てる毎日？3時か4時やね。やばいやん。うん、それです。はい、じゃあせいやは？俺が風呂入ってる時に、うん、あの、しゃあないんやけど、うん、洗い物するのをやめてほしい。あー、確かに。シャワー緩まるよな。シャワーも緩まるし、急に冷たい水を仕掛けてきたりするやん。あ、出てくる冷たいの。うん、うん、とにかく弱くなる、めっちゃちょろちょろちょろ。なんか分かるような、急にシーってたら、うん、ヒュッシューみたいな。分かる分かる。でも効率を考えたらそこやんな。そうやね、分かるよ。そうなんですよ。これちょっとなんとかなったらいいのにな。なあ、家のシステムな。うん、今ね、私はじゃん、特茶ジャスミン味フレンチトーストを食べてます。アイスコーヒー。あ、雨もちょっとコーヒー飲みたい。おお。お互いが、うん、アミが、うん、例えば何十万円のもの、うん、セヤが何十万円のもの、うん、なんか買った時、うん、なんかおごったりとか、うん、知ってますかみたいな。あー、高いものを買った時にお互いを怒る か、まあ買う前に一回相談するよな、多分。でも高額商品を買う時もね。そうやな。でも買うもんが違うというか、アミは高い自分のものをあんま買わへん。うん。でも俺はめちゃ趣味のもんを買うから高い。うん。だからこう俺の方が必然的に言われるよな、ほら。まあ、アミはほんま買わへん。うん。家でよく喋る方ですか？めっちゃ喋るんちゃうかな。めっちゃ喋ってると思う。じゃあ喋るというか、ちょけてる、うん、うんうん。そうやな。永遠にふざけてるな。うん。アミがすぐちょける。ちゃちゃ、逆逆逆。アミは、至って平然で。でも風呂だったら上がり申したって言うやん。じゃあ上がったよっていつも言う。でなんかお風呂入るときに一人でほんまに多分もうカマチョ、カマチョやね。せいやが。うん。どういうこと？なんかお風呂入ってくるって絶対これで済まへんから、パンツ投げてたり、なんかお風呂入るよーみたいな仕草を一生懸命アピールしてくる。あ、かまってって。そうそう。お風呂入るけど僕入るよ、入るよ。でふざけてるずっと。そう、こっちは命がけで行くわけや。だから最後にこう応援してほしいって。めっちゃふざけてる。だからまあ家は賑やかな方やと思います。はい、ということで今日は初めて車の中で質問コーナー撮ってみました。どうでした、はい、後ろにふみとかんちゃんもいます。面白かったね。たくさんの質問をありがとうございます。そう、皆さんありがとうございました。見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。もう